こんにちは、こんばんは、おはようございますかな。ハシビロさんです。ハシビロさん、貧血になっちゃいました。ちょっと破産寸前です。右上の一番上のですね、お金のところを見てもらうと分かる通り、だいぶお金が減ってしまいました。このままでは破産寸前です。困りました。ということで、アスパラを植えたので、アスパラに水をあげていきたいと思います。アスパラはですね、前回ちょっと言ったんですけども、クエの、クエストの対象の、作物なので今作っています。結構ね、生育時間が短いのですぐお金になるので、助かります。今ね、ちょっとだいぶちょっと回復してきたんですけども、ほんの少し前まではですね、本当にお金がなくてですね、豚さんや鳥さんにあげる餌のお金がない状態でした。どうして、ちょっと聞きすぎましたね、どうしてそんな状態になってしまったのかということはですね、またちょっと後で、説明したいと思います。ちょっと無駄遣いしちゃったんですね。それで今すごくお金がない、破産寸前って感じです。そんなこと言いながらですね、早くアスパラガスを収穫してですね、クエストを攻略してお金を稼ぐ、そのために今一生懸命やってるところ、またちょっと残しちゃいましたけども、気抜くとですね、残しちゃうんですね。ちょっとね、せっかちとかってダメなんですけども、でですね、今言った、豚さんにちょっと今、餌をあげたいと思います。結構ね、豚さんとかですね、餌代かかるんですね。あ、卵出てますね。卵じゃあ回収しようかな。トラクターでもね、めんどくさいんで、最近は卵も、回収してます。こうやってね、本当に少しずつお金稼いでいかないと、餌代がないという状態でここまで追い詰められてました。さあちょっと上げていきましょうね。今ね、こうやって20とかね、少しのお金で済んでますけどもね、これ全然なくなると結構な額引かれるんですね。390とかね、値段の高い畜産のね、生き物はですね、結構餌代もかかってしまうということで非常に苦しいです。で、お家の方を作ったのをちょっと見ていきましょう。お家の方だいぶ、形になってきました。屋根が完成して、完成一歩手前かなのところですね。で、また赤い箱のマークが出てたので、ここから、またさらに作っていきたいと思います。ちょっとその前に周りを見てみるとですね、結構、リアルになんか材料とか置いてありますね。ちょっと今寄ってみましたけども、この袋はセメントかな。でもあれか、石造りの家ですから漆喰かなんかかもしれませんね。そういうのがあったりなんかしてですね、本格的な感じがします。それでは、作ってみましたが、今は変わっていません。あんまり変わってないですね。やっぱり、22時間23時間ぐらいですかね、経たないと変化はないようです。これはまたもう少し待ちましょう。ちょっとね、明かりとかの配置も変えてみたりなんかしたんですけども、いかがでしょうか。こんな感じになってます。さて、それでですね、町づくりの方もちょっとやってたんですけども、今まだこんなちょっと寂しい状況ですね。とりあえずガソリン補給していきます。ガソリンスタンドだとね、ガソリン一発で、補給されるんでいいですね。でですね、ちょっと他にも何か作れないかなと思って見てるんですが、この一番この農場の家、これ結構大きな家なんですけども、これをね、役場の代わりに、町役場の代わりに作りたいなと思ってます。まだね、ちょっとね、作らないですけども、その前にですね、ちょっといろいろとまたこのできた建物を見ていきたいと思います。で、貧血になった理由はこれです。ギフトショップ、所持金が足りません。ギフトショップではですね、メダルが買えますね。右上のところの30って書いてあるとこ、ピンク色のリボンありますけども、あれがメダルなんですけども、メダルを買いすぎてしまって、お金がなくなったということですね。で、隣が質屋さんですね。で、時々金塊がですね、取れたりなんかするんですけど、それをお金に変えることできますし、
その金塊をですね、いろんなものに、交換することができるのが、質屋さんです。金塊はこの間も言いましたけども、作物とかですね、畜産物を取ってるとですね、時々ピカーンと光るんですけども、その時にですね、金塊が手に入っているという形でございます。ちょっとまだ町というには、町というかね、商店街ですちょっと寂しいですけどもね。それからですね、ここにあったリンゴの木、ずらしました。こっちはね、あくまでも、生産する場所じゃない町づくりの場所にしようと思っているので、ずらしました。ここの畑もずらしました。ここはね、公園にしたいと思います。みんなが集まれる公園、まあみんなとだってキャラクターは私しかいないんですけども、公園にしていきたいなと思っています。ではちょっとまた作業を進めていきたいと思います。お金を集めて蜂蜜が取れます。蜂蜜もですね、殴って取るんですね。すごいですね。蜂怒りますよね、こんな取り方したらね。でこの蜂の羽音がですね、羽の飛んでる音がですね、意外とリアルでですね、正直ちょっと怖いんですよね。怖いんですけども、まあなんとか、蜂蜜の回収も終わりました。で今ここに植えてるもの、これがね、イースターエッグなんだそうです。イースターエッグをここで植えています。今ね、イベントが発生しておりまして、イベントこのイースターエッグというやつをですね、作ってある程度、数がたまるとですね、ロゴを見ると分かるんですが、なんかいろんなアイテムがアンロックされてもらえるということだそうです。でまあとりあえず100個集めれば1つアンロックされるということなので、ちょっとここで作っています。イースターエッグがですね、育つっていうのはなかなか、普通ね、卵に色塗って作るんですよね。卵にいろんな色塗って作るんですけども、ここの世界では、栽培するという形になります。で先ほど言ったあのリンゴの木、向こうにあったのをこっちにずらしました。ちょうどね、池を囲むように、リンゴの林というか、ね、森を作りました。森の中になんか湖畔があるみたいな、そんな感じにしたいなと思ってます。花もですね、ちょっと種類変えまして、高い花に変えました。白い水仙ですね。お金がなかったのでちょっとしか作れませんでしたが、これもクエストアイテムだったんで頑張ってちょっと、無理して作りました。またお金がなくなっちゃったんですけどもね。なんとか早くある程度お金を稼ぐ。結構畜産物がいっぱい取れますね。豚さんも、またトリュフが取れてます。あれ、また鶏1羽逃げてるな。またお前逃げてるな。ちょっとあれですね、時々、逃げる鶏がいると、時々ね、脱走する鶏がいるというのもリアルなんだかリアルじゃないんだか、微妙な線ですが、面白いですよね。一応餌やっていきましょうね。お前何やってるんだろうって感じですけど、あ、餌やったら餌の方に行くんですね。餌の方は歩いていくんです。やっぱり食べ物には勝てないんですね。餌食べに行きましたね。ウサギさんも、収穫時期が来てるので取っていきたいと思います。ウサギさんのところはね、数少ないですから手で抜いていきたいと思います。このスポンという音がですね、なんとも、餌もやっておきましょうか。スポンという音がなんともなんか気の抜ける音ですけども、大事な収穫作業をしております。それでは視点を変えて、魚も取れますね。魚も取っていきましょう。鮭マスですね。鮭マスを取っていきたいと思います。他のはもうちょっと後かな。他のはもうちょっと後みたいですね。とまたお水が欲しいと。お水はただなんでどんどん上げていきましょう。ちょっとあれかな、視点を変えとくかな。水があるんだね、はい。でなんとか、単価はちょっと安くても早く育つ作物、まあこれはクエで今作ってるアスパラですけども、そういうものをたくさん短時間に作ってですね、とにかくお金を稼いでいきたい、破産を回避したい、動物たちにちゃんと餌をあげたい、そんな思いをしながらやっています。
お水をあげるとね、収穫までの期間が短くなるのでね、一生懸命お水あげ、だいぶちょっと面倒なんですけど、やっていきたいと思います。本当にね、ちょっとね、1個余らちゃった。本当にね、なかなか大変なんですけども、まあしょうがないですね。メダル買いすぎてお金がなくなって、しょうがないですね。メダルじゃないと作れない建物とかってね、結構ねあるので、あの役場なんかもね、メダルで作るんでね、早く役場を作りたいなと思ってます。売れるもんはどんどん売ってって、ね、果物はね、ここでは売りません。ジャムにしたいと思ってるので、リンゴジュースを作るような形に してます。リンゴジュースをたくさん作るとジャムが作れるようになるので、おそらくリンゴジュースというかね、ジュースを煮詰めて作るというイメージなんでしょうね、ジャムはね。そんな感じで、一応ね、いろんなものがね、ある程度理由、理屈が続いてるというかね、ちゃんと理由があって作れるようになってるんですね。その辺意味では、割とリアルな格好になっております。さて、それでは今日はちょっとグダグダでしたが、この辺で終わりにしたいと思います。ちょっとお金がないんで、この後一生懸命、作物つく、地図もですね、こうやって見えるんですね。ちょっと今どのボタンを押したか分かんないですけど、見えましたんで、またまだ分かんない、機能があるみたいですが、一旦ここで終わりますけども、どんどん、作物を作っていきたいと思います。それではまたよろしくお願いします。